どうもこんにちは、年貢シューターと申します。今日も信長の野望大使真田スクールウォーズ続きをやっていこうと思います。さあ現在ですね、徳川を追い詰めております。真田の宿敵徳川家康、前回分断に成功いたしまして、飛騨美濃、そしてこちらは三河遠江、戦力を著しく下げることに成功いたしました。またですね、橋場家とは親善が始まっております。これ一応系列校というルールになっておりまして、橋場上杉は系列校なので、親善またはそうですね、通称などの申し出、この2つの勢力に限っては受けることができるルールでございます。たまたま、橋場は強かったにせよ、上杉も生き残ったままここまで進めることができました。で、なんか食べられてますね。南部の伊達政宗君に食べられちゃってるな。大丈夫かな上杉君。ということで徳川戦の続きをやっていこうと思います。まずはやっぱりですね、兵糧も入ったところで、戦場が有利な乾、そして長篠のあたりですね、圧迫していきましょう。もうタオルを投げないというのは投げないでもいいですよ。もうこのままね、滅ぼしましょう徳川を。よし、まず乾だ。よし、39,000、これでどうでしょう、遠江ぐらい取れるかな。さあもう一軍団長篠に詰めます。よし、佐竹義重27,900、戦場上限は9,400、相手は8,400の戦場でございます。出陣だ。まずはこの2軍団で様子見ましょうか。敵が我が領内に向かっております。やってきたか。木曽福島36,800。なんか考えが違うとかなんとかよくわかんないことを言ってきて。37日後、結構集めるの大変かもしれない。さあ集めていきましょうか。それでも苗木に移動した武将が入るまでちょっと待ちましょうか。すぐ集めたいんだけども、三河武士の頑張るな、お前見せるは言います。頑張るな、このうんち、うんこ、お前頑張るんじゃない、見せるは言います。踏ん張るな、出すんじゃない。もうまずいな。あと22日か。木曽福島戦場は、すごいクソゲー戦場だ。とりあえず15,000集めよう。苗木の移動待ったら危なかったですね。3日差でございます。総大将萩原継春、大丈夫かな。相手は赤鬼家直政だ。しかしこのクソゲー戦場ならなんとかなるでしょう。攻撃開始。さあどうなるんだい。おおおお、なんだこれ。クソか、ここでこうだと。もう一押しというところだったのにな。まあしょうがない。だいたい木曽福島攻め返すとか言いながら講話送ってくるの意味がわからん。あいつ頭おかしいな。さあ今回結構取れましたね。まず飯田、苗木、岩村、木曽福島、高遠もか。というかこの甲斐制圧から始まってるんでしたっけ。あれめちゃめちゃ取ってないこれ。駿府、藤吉田、新府、高遠、飯田、苗木、岩村、木曽福島。そんなに。ちょっと待って調べよう。はい、確認しました。そもそもですね、橋場包囲網を徳川が始めて、で我々は後ろをついて駿府、藤吉田、新府、この3つの攻略から始めたんですね。ということは駿府、藤吉田、新府、高遠、飯田、福島、苗木、岩村、すごい大量ゲットだぜ。ポケモン脱粉タイムポケモン家康大量ゲットだぜ。あ、くせえな。8ですね、8点、8拠点取りましたわ。わあすごい。ピピ試合終了。80、すごいな。コールド勝ちだこれは。もうすごい、今回の収穫めちゃめちゃすごい。仕方あるまい、ここはポコを収めようとしよう。我々のおっきいおっきいんポコ。何のおっきいんポコって、何言ってんのかしら、さっぱりわかんない。さあ騎乗いたしましょう。どうしようかな、ここで南部行っちゃう。
いやー、南部行っちゃうのはちょっと早計か。またちょっと内政の見直しをしながら進めてまいりましょう。おっと、直井兼続なんと親善奏者、上杉羽柴と、これ固める感じですね。固めるテンプル、固めて固めて固めて捨てちゃうのかな、じゃあ固めるテンプルだからね、捨てちゃうかもしれないね。お、南部が宇宙短大を名乗った。急に名乗ってまいりましたね。上杉南部はを結ぶ、うん、どうなったのかな。あ、取られましたね、ここね。鶴岡城が取られた。あ、それで宇宙短大か、なるほど。うん、一進一退の攻防ですね、ここは。うん、この南部は強いな。いつか戦うことになるであろう。さあ、上杉対徳川、上杉につくしかないよ。助立チェンコ、片地健康。お、橋場家にもう私はね、ちゃっかり調略を出しているんだけども、バレたら大変なことになるね。まあ私はね、試作力が欲しいだけだから、別にね、橋場家の不利益になるようなことをしたいわけではない。正樹様、どうやら南部信長を二本松を狙っているとの噂。ほんと噂はね、毎年立ちますけど、なかなか来ないですけどね。まあ絶妙なところで上杉がね、手出すからなのかもわからないですけども、まあ来たところでクソゲー戦場ですよ。まあ、攻めてくるがいい。うん、あんまり来てほしくもないんだけどね。慶長5年冬の森進一、もっと練習しないと。これいや、いらないか、森進一の練習はいらないか。おっと、橋場家と通商を結べる間柄になりました。通商協定を結びますか。これは、いやでもこちらからですよね、これはね、こちらからの申し出だからやらない。向こうからの申し出は受ける。ややこしいルールだな。先月の収支です。正樹様、当家に使いたい浪人、名乗りを上げ、なんだこれ、サルコですよ。びっくりしたわ。ホテトモヤス、これ絶対怒られるやつやん。なんでこんなグラにしたの。いや、なんでそんなグラにしたんだろう。いやー、さすがにね、私もね、うん、まあヒムロック派なんだけどもね、うん、別に布袋さんが嫌いってわけでもないんだけどな。どうしたんだろうな。まあ、鉄砲配備、利水上手、瞑想者ね、うん、民生化、築城名人、うん、なんか復讐とかキリンジとかね、ちょっとね、穏やかじゃないの持ってますね。パラメータは全体的に高いですね。武勇が70以上、だいたい80、90、90、90と高いでございますわね。はい、いらっしゃい。これでまこっちゃん以外のボーイが全部揃うっていう。まこっちゃんは福島出身なんでね、出てくるのかな。あれ、縁組マークついてるんだけど、いやまさか、いやいやいや、まさかまさか。性別、ま、マジか。いや、これ絶対怒られるやつやん。女性でしたか。そうか。じゃあ、信行だな。信行よかったな。うん。これで童貞卒業だな。うん、よかった。筆下ろし、筆下ろし。ひどい。汚ねえ結婚だ。おめでてえな。片付けの存在。おお、こんな声か。こんな声か。おっと、ここで大証券の誕生だ。ここは神津家、上州屋の大証券、釣り具がいっぱいあるよ。うん、あの小マセなんかを入れたね、バケツなんかもね、これ24時間ね、あの上州屋のね、水道で洗ってよかったりね、なかなかのサービスですよ、上州屋は。あんまり僕釣りとかやんないんですけどもね、やっぱりサービスいいところはね、やっぱそうやっていい噂も立ちますよね。何の話やねん。おっと、久々に公家を見ましたね。ちょっと小銭が溜まってきたら公家だ、この野郎。うん、眉毛置いてけ、この眉毛。上門の大将の授与11,000、まあ59,000あってね、毎月40,000入ってきますからね。まあいいでしょう、そろそろね、官位なんかもね、受けちゃって、前回のねシリーズでは受けなかった気がしますけどね、まあここは受けてもよろしいでしょう。官位が上がると何でしたっけ、交渉有利になるんでしたっけ。まあ交渉がないからね、
有利もクソもないんだけども、まあ承諾。眉毛は置いてけ、眉毛は、烏帽子も置いてけ。おっと、なんだこれ、端巻より交渉の申し出がございます。ご覧ください、なんだこれが。あ、通称か、びっくりしたな。もう相手からの通称、端巻は系列受けることができます。受けます。初めてですよこれ、通称の申し出。いや、上杉一回受けたかな。いやでもこれ楽一楽座入ってくるのかな、もしかして。これえ、もしかして楽一楽座入ってくるのこれ。え、それやだな、また楽一楽座で荒らされちゃうよ。先月大証券ができないんだ、楽一楽座をね、一回入れられるとね、独占しないと大証券ができないんだ。それはそれでちょっと困っちゃうんだな。うん、通称結んだけど、かといってこれいけませんね、進出不可。これ独占かけちゃってるじゃない、我々何のいいこともないじゃない。これうわ、はめられたわこれ。まず入り口が独占かけちゃってるから、これ進まねえやつ。うわー汚いなー、橋場って汚いなー、進めないもんね。でこっちには進んでくるんだよ、橋場君は。うわ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 、今のうち我らもこれ独占かけとくか。お互い進めないやつに しとくかこれね。えだってこっちだけ食われたらね、いや尺だもんこれ、独占かけとこう。独占女の60分、ふっふ。いやこんな BGM だっけ、独占女の60分って。昔すぎて覚えてないわ。土曜ね、お昼ね、小学校から帰ってくるとこの女の60分ねやってたような気がするな。うん、いや日曜かな、土日のどっちかですわ。ええ、でその後スーパージョッキー見て、スーパージョッキーね、ボロマン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 マイ、ボロマン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 マイっていうね、あのエンディングテーマね、誰が覚えてんだって、そんなのボロマイボロマン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 マイボロマイ金がどんどん貯まるようになりましたね、これいいですな。腹ペコ真田くんがね、今やね金持ち真田くんになりつつある。うん、ほんとね、中国みたいだよね。おっと、またクレクレデスマンがクレクレかよ。上杉クレクレマシンが出てきた。ほんと、スーパー上杉クレクレマシンだよね。昔いましたよね、新日ね、SS マシンね。スーパーストロングマシン、あれは。うん。今度5兆 !3 万3000! いや、これで何、なんか予測条件金銭1とか書いてる気がするんだけど、そんなふざけたことはないよね、さすがにね。金銭1。どういうことこいつ。群馬は2600、鉄砲1800。おお、こっちはまともにね用意してある。ただまだ新章がねマイナス100なんですね、上杉君は。こんなんで、まあ群馬かな、群馬もらっときましょうか。片地健康でどこに攻めてるの。あー、縛った、いや徳川かで、徳川は縛った上杉と戦っていて、結局ね、春を迎えております。おっと、また神前、あれ神前さっき来たじゃん。あ、一回やめたね、あんたたち一回心変わりしたね。いや上杉はエロいな、義もクソもあったもんじゃない。まあいいだろう、うん、神前してくれ。いやーでもね、上杉が来たら来たでね、楽市楽座作られちゃうからね、通称はね。国境際をねまたピシャッとしようにもね、間口が広いからそんなに全部は独占できませんわ、私たちも。さあピシャッと閉めたから、これ来れてないよね。なんか楽市楽座、ここあれ前から楽市楽座だった、これあれなんか怪しいな。さあ宣戦布告がそろそろできちゃうな、徳川くん一生懸命ね、なんかね、北方ね、頑張って戦ってるみたいだけどね、我々もね、参加しちゃおうかな、それ、参加しちゃいたいな。まあ、でも我々は、東海道を制覇しますか。間に合うかな。徳川家に、宣戦布告。相手にとって、不足なし。乱世を望むよ。スケドチンコ、お、久々に来ましたね。上杉、橋場は、あ、橋場来ないの？え、なんで？なんで橋場くん、どうして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 ねえ、なんで上？なんで来ないの？おかしいな。
おかしいよそんなの。さあ先ほどの続きだ。まず乾を攻める。54,900。なかなかね、近場の人間で固めていますね。うん、行こう。戦いの数だよ、兵士の数なんだよ戦いは。でおそらく北方はね二勢力入ってるから、あーでもこれ取りやすいなー。ねえこことか取りやすいもんな。これちょっとつばつけときたいな。これよし、我ら飛騨にも入ろう。ちょっと行軍日数がずいぶんかかるな。こんなにかかるの？これ53日って言ってる。そんなにかかるの？マジか。一番遠いので8型の26日なんだけど、遠いのか。なるほど、皆の者、まあ頑張ろう。我に続け。山の中だからね大変だと思うけども、うん、あと長篠行くかな。長篠の戦い、うん、ちょっと遠いな。よし、真田正幸幸村24,000攻めてまいろう。我に続け。続け。あとは上杉が変なエロい考えを起こさなければだ、まあ大丈夫でしょうな。あと5ヶ月兵を貸すのはあと5ヶ月。5ヶ月間は変な考えを起こしても攻めては来ないというところだ。よし進めよ。三河武士の、おい、またまた始まった始まった、うんこばらまき事件だ、うん、そして徳川上杉魚津をめぐる戦い。上杉勝つ。三河武士の誇り、うん、徳が頑張りますな。大義名分で必死に戦意を上げようとする。そして柴田とぶつかる。徳川勝つ。柴田はなかなか勝てない、うん、そして姉が康二、布袋寅泰で参るか。猿が説得に来たぞこれ。大丈夫かこれ。人払いは済ませましたって。人じゃないけどね。もうさもありなん。さもありなんじゃないよ姉が浩二君。さもありなん。相手人じゃないのにね、人と約束してないよ君は。あ、いいんだ、パラパラパーンって。さあここからで体名を徐々に出していきたい。枯れた狼藉、我に続け。我に続け。長雨。当家の備えにより岩村城北下十条平穏無事。本当かい？おお、もう完封ですな。災害完封だ今んとこ。ヒデロも完封したしねこの間。これより長雨も大丈夫。内政力上がってきてます。策がございます。あれおかしいな、おかしいぞ。貫通して楽市楽座が通ってきてるな。貫通してきてるんだが、え、どういうことこれ。あれおかしいな。いやこれ、ここか。いやでも徳川もどこから来るんだこれ。あ、これだ、これが橋場家だ。うわー、やられた、困ったな。これも入られちゃってる。とりあえずここ独占かけよう。いやでもダメだね、もうね、いたちごっこだこれ。ちょっとこれやめよう、やめようやめよう。パスパスパス。ここだけ止めよう。いやでもここから先来れないはずだ。うん、ここまでしか来れないと思う多分。うんうん、多分大丈夫だろう。ここは大将権だから進出不可だし、いやいや、やらしとこやらしとこ。でこちらはこちらでね、着々と大将権の準備を進めればいいだけだ。あー、これでもこれ繰り返してるとあれだな、上杉怒るよねそりゃ。まあ手は出せないけどもね。いやいや、ちょっと待てちょっと待て。ちょっと気づいたぞ。いやいや、ここがあるな、この大将権じゃなくてここ経由で駿河入れるのか。でもねこれね、羽柴今ね、合戦のね助太刀も何も入ってないから、独占っていう敵対行為をすると攻めてくる恐れがある。うん、今せっかく神前来てるのに神前をやめる可能性が大ですから、
ここはね、やっぱりもう駿河はくれてやりましょう。もうしょうがない、しょうがない。駿河一国のね、証券の介入は許しましょう。もうこれは信濃と駿河はちょっとくれてやりましょう。さあ、では対名出していきますか。ひょうりひきょう軍略、ひょうりひきょうと呼ばれるゆえん、見せてやろうか、見せてやろうかい。ひょうりひきょう、バッチリ戦っていきましょう。さあ、犬以上式なさらずとも価値揺るぎない。じゃあ取りませんよ、取りません。4500しか減らなかったよ。うん、勝つとし、よし、ワンパン切るじゃないか。ワンパン切るだ、赤子の手をひねるようなもの、簡単でございますわね。さあ、どうしようかね、これね。これ浜松行ったらとりあえずもう分断だな。分断かけるか。さあ、どうする。うんうん、ちょっと待って、忠勝が変な動きしてる。ちょ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 、これなんだなんだなんだこれ、なんだこれ、このここで当たるとまずくないか。いや、全然まずくない、全然まずくないよ。ん、でも浜松13000に戻った。なんだこれ、どうなってんだよこれ。せっかくの分断計画がおじゃんでござりまする。いざ参ろう。よし、じゃあ長篠だ、前進せよ。あ、集結をやり直す。んとりあえずここら辺を狙って、なんか諏訪原で当たる占いが出てるけども、わからないからねこれね。でこれはどうなるか。41000が、うんうん、いいですね。クソゲー戦場だ。ん、なんだ、いや、かん、お、びっくり、いや、ないよね。こちらはね、助田チンコ出してるんだ。上杉縛った、上杉につくよ。助田チンコ、助田チンコ、琴寺健康。よし、諏訪原で当たって式なさらずとも揺るぎないクソ有利戦場だぜ。取りません、負けるわけにはいかんのでな。14000まで減っちゃったな、こちらも。いざ参ろう。掛川だ、このまま入れ。さあ、どの程度掛川兵が回復してくるか。本田正重、そしてここ当たる、価値よるぎない。いいよ、もうやる前にね、戦はやる前に決まっているんだよ、もう勝ち負けは。さあ、ホバク、平岩、逃がしてあげる。そして城を囲む、高原諏訪城。強行28日か、もらいましたな、これは。さあ、本丸に向けて大砲をぶち込むんだ。うん、で、なんかもうね、やばいね、これね。インパールちょっと見えてきてるね、すでにね。なんかね、減り方半端ないね、これ。よし、進め。おお、なんだこれ、島津八場の戦い。島津の兵力42万もいんのか。61拠点、いや島津でかいぞこれ、八場よりでかい。いや、八場につきます。助田つけだチンコ、いやー、かたじけない、いやー、かたじけんこ。いや、島津どんな、おお、毛利がいないぞ、あれ、いつの間にか。あららららら、毛利が行っちゃってる、行っちゃってる、行っちゃってる、毛利が。あららららら、ら、え、毛利に宣戦布告できる。いや、もういいか、もういいか、そういうの、そういうのもういいか。うわ、島津の快進撃、これ毛利を潰しちゃうから、これ毛利に、あ、でも毛利違うわ、毛利に仕掛けてるの長宗我部だ。これ長宗我部が毛利を飲み込む、これで長宗我部の戦力ぐーんとアップする。なるほど、意外に西日本が修羅場だな。この東日本の方がまだ平和だ、これ。はあ、面白い世界になってきましたね。おっと、毛利が長宗我部家によって滅びる。長宗我部がパワーアップだ、これで。ちょっと西日本がね、熱いね、これは。なるほど、いや、長宗我部もね、この間に挟まれていけるそんなに小さい勢力ではないですからね、押し返してるし。うん、ただ島津は九州というね、この大きなバックグラウンドを持っている。うん、そして中国地方も半分取っているところ。中国半分でもね、十分に強いのにね、これ九州からね、もう無尽蔵にね、これ兵も物資も送られてくるというところだ。この島津は強いな。さあ、我らもあの島津と戦うことになるんだろうか。
よし、高原諏訪城が速攻した。ナイスでございます。戸田宇治鉄こちらに寝返る。あとはリリース。よし、なんか誰もいなくなっちゃったな、ここ。あ、上杉と徳川の接点をなくしてしまいましたね。これ上杉エロい考えをね出してくる可能性大だ、これ。それはそれでまずいですね。さあ松倉城入ってみましょうか。松倉の戦場、いやこれ振り戦場だ。ここからは振り戦場が続く。あんまりよろしくないな。あ、このレベル8準剣場か。これをぶっ壊さないとな、ニッチもサッチもいかないというわけか。これぶっ壊しに行くか。上杉徳川を結ぶ。あ、やべえなこれで。井伊直政が当てに来てる。当たり屋だこれ、やばい。進め。こっから先がちょっとやばいな。うん、いたずらに兵糧も減るなこれ。飛騨攻め一回やめますか。これ部分騎乗出してお地蔵さんを置いとこう。うん、何地蔵にしようかな。宇治政地蔵でよかろう。宇治政地蔵を置いて帰ろう。さあそれでどうなるかな。うまいことこの準剣場ぶっ壊しに行けないかな。後に続け。許してくれないかな。あ、やべ、当たった。くそ、当ててきたか。くそ、これは無理だ。宇治政ナムさん、どうだろう。宇治政、あ、捕まりはしなかったか。まあ気を取り直して待機するぞ。うん、寺にしたい。ん、ここ流し野にこもるか。行くぞ。こもるのならば一回叩くか。これ出陣するぞ。叩こう。よし、流し野で決戦だ。まずそこで叩かなければ突破口を見出せない。この1万2000が流し野目指しちゃってる。いや、これ叩かず、これかわすか。かわしてくんのかな。あー、かわしたわ。長篠の攻略を優先させるかしないと。忠勝の掛川入りが7日後、早いな。避けられるかなこれ。いざ参ろう。避けられなかったら騎乗するしかない。うん、なんとか避けられるな。諏訪原に一回避ける。このまま一回様子を見て長篠が落ちるかどうかだ。待機するぞ。で、榊原康政押し寄せてクール。さあこれは何、行方わからないの。わかるでしょう。12,400対8,400、行方わからないか。全滅狙いで頑張りましょう。じゃあよし、いざ開戦、長篠の戦い。よし、ここでおとり挑発かける。よし、これはいいぞ。かけてさらに給油。お、すごいな。さあ攻撃し放題だ。いいぞ。再現、うん、本陣切り込みだと。やりますね。しかしその手は食わないぜ。さあ鉄砲水もかかっていく。よし、この本陣切り込み隊に負けるな。宇治国奮闘だ。よし、いい直虎壊滅、こっち来ないかな。よし、水の矢の奇襲成功だ。向かい隊壊滅、もう一部隊壊滅。いいぞ。あと残り敵は2部隊か。うん、ここはもう委任でスイッチパーン。ね、さあ相手は全滅だ。伊予勝利寺西治、かっこ日村空。我らを甘く見たようだな。ここでの全滅はね、本当に壊滅的なダメージですよ。これは致命傷だ。稲葉貞道がやってくる。稲葉氏がやってくるよ。お、なんだこれ。柴田新前奏者が嫌です。さあ流しの落城なるか。進める。お、なんかまだやってきますね。いざ参ろう。うん、いくら集めてもね、流しのはねこちらの方が有利だ。集めてまた朽ち果てるがよい。そして長篠城本丸落として、なんとか落とした。うん、勝利として。さあ松平定勝、一門がどんどんこちらにやってくるようだが、家康君やってくるようだが、
さあ、そしてこの攻撃どうするんだ。まだ目標流しの城になっている。これやってきますね。防御力上がるからさらにクソゲーになりますけど、いいですか。いいんですね、それで。わかりました。さあ攻撃隊、指揮なさらずともとついにね言われてしまいました。指揮しますしーん。負けるわけにはいかぬ。いいよ、くずどし。2万9000まで減りましたね。これで忠勝と戦うことになるのか。いくぞ。なんか別のが来るのかな。前進せよ。浜松行く。吉田城、意味のわからないコースを通りますね。影勝が兵を返してきた。ここがちょっとポイントになるかな。攻めてくるかな、あいつ。といったところでお時間でございますね。次回どうなるでしょうか。交互期待よろしくお願いいたします。ありがとうございました。